こんにちは、ざわざわジャポンです。2023年4月23日から映画東京リベンジャーズ2血のハロウィン編が公開されます。こちらは2021年に大ヒットした映画の第2弾となっており、漫画が原作の実写化となっています。東京リベンジャーズは2017年より週刊少年マガジンで連載開始、2021年6月時点で単行本の累計発行部数は2000万部を突破している人気作品となっています。血のハロウィン編は前後編に分かれており、前編の運命が4月21日から、後編の決戦が6月30日から公開となっています。あらすじ、凶悪化した東京卍会によって日向が再び殺された。愛する日向を取り戻すため、狂った運命を変えるため竹道は再び過去に戻る。かつての親友たちはなぜ戦わねばならない運命になったのか。狂った運命を変えるため再び過去に戻った竹道は、東卍結成メンバー6人の絆を引き裂いた過去の悲しい事件を知る。10月31日ハロウィン、ついに始まる決戦。東卍崩壊の危機をもたらすかつての親友同士の壮絶な戦い、交差する過去の悲劇、分裂していく仲間との絆、竹道は今度こそ日向と仲間の未来を救えるのか。第1弾の動画は当チャンネルでも以前公開しておりますので、ぜひご覧くださいね。今回は映画東京リベンジャーズ2の出演者について、アニメのキャラクターと比較しながらご紹介いたします。まずは2から登場する新キャラクターからご紹介いたします。バジ・ケイスケ、永山健人、東京卍会結成メンバーの一人。長い髪と刃が特徴でペヤングが大好き。東卍一番隊隊長だが、カズトラと起こしたある事件により運命が変わってしまう。学力は壊滅的だが、喧嘩はめちゃくちゃに強い。永山健人さんは俳優の永山瑛太さんの弟で、2007年にテレビドラマおじいさん先生で俳優デビューしました。2010年には第34回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しています。ちなみに3兄弟で全員が俳優活動をしています。兄弟同士仲がいいそうです。松野千冬、高杉真宙、東京卍会一番隊副隊長、竹道の新たな相棒。見た目に反し喧嘩っ早い。バジに救われて以来憧れており、バルハラに寝返ったバジを竹道と共に奪還しようとする。高杉真宙さんは2009年に俳優デビューしました。最近では NHK 朝ドラ舞い上がれに出演するなど、話題作にも多く出演しています。またぐるぐる99のゴチになりますにレギュラー出演するなど、活動の幅を広げています。羽宮和虎、村上虹郎、東京卍会と敵対するバルハラのナンバー3、東京卍会結成メンバーの一人。マイキーに強烈な恨みを抱いている。バジと起こしたある事件をきっかけに少年院に収監されていたが、出所後東京卍会崩壊を狙う。村上虹郎さんは俳優の村上純さんと歌手のウーアさんの息子で、2014年に映画2つ目の窓で映画初出演で主演を務めました。最近ではネットフリックスオリジナルドラマ今あの国のアリスでジシアを演じたことでも話題になりました。以上が東京リベンジャーズ2から新たに登場するキャラクターとなります。前編から引き続き登場するキャラクターについても見ていきたいと思います。花垣武道、北村匠海、冴えないフリーター。喧嘩は弱いが、いざとなると根性を見せる熱い男。東京卍会に殺害された日向を救うため、何度もタイムリープを繰り返しついに成功したはずが、再び目の前で日向が命を落とす。橘日向、今田美代、竹道の人生唯一の彼女。天真爛漫で明るく、肝の据わった一面も。竹道の活躍で過去を変えたことで殺害されない未来を生きていたはずが、再び東京卍会に狙われ。橘直人、杉野陽介、日向の弟、姉を救うために警察官になる。自分との握手が竹道のタイムリープのトリガーになることを知り、無鉄砲な竹道に時に呆れながらも信頼し協力し合う。佐野万次郎、吉沢亮、通称マイキー、東京卍会の総長。異常な喧嘩の強さとカリスマ性を併せ持つ。一見ひょうひょうとしているが、
仲間への思いは誰よりも強く、バジとカズトラが起こしたある事件に激しい葛藤を抱えている。竜宮寺兼山田裕貴、通称ドラケン、マイキーを支える東京卍会の副総長、絶大な強さを持ち、情に厚く仲間思い、闇落ちしそうになるマイキーにストップをかけれる仙道敦、磯村隼人、通称あっくん、竹道の親友、明るい性格で赤く染めた髪が特徴。竹道が過去を変えたことで美容師になる夢を叶えていたはずが、三谷隆、前田ゴードン、東京卍会の2番隊隊長、結成メンバーの一人、特攻服を自ら仕立てるほど手先が器用、マイキーへの信頼は強く、バジとカズトラが起こしたある事件に苦悩するマイキーを静かに見守る。半間修司、清水博也、東京卍会と敵対するバルハラのナンバー2、左手に罪、右手に罰のタトゥーを入れている。東卍と竹道を徹底的に敵視し、東卍を潰すことに暗い情熱を燃やす。裏で密かに丸々とつながっている。久木哲太、間宮祥太郎、東京卍会と敵対し潰されたメビウスに所属していた。正式に東京卍会に詫びを入れ入隊。マイキーに異常な執着を見せ、マイキーの大切なものを着々と狙っていく。東京卍会が凶悪化していった元凶となる男、林田春樹、堀家和樹、通称パーチン、三番隊隊長、東卍の特攻隊長的な存在で気性が荒く短気。東卍の創設メンバーで当初は旗持ち役をしていた清水正隆、鈴木信之、通称清正、前作に登場していました。原作では血のハロウィン編には登場しませんが、東京リベンジャーズ2ではサプライズ出演となり、映画オリジナルの清正出演シーンがあるとのことです。チョメ、田中武人、バラハラの幹部で、カズトラが少年院時代に知り合った一人、観察眼がすごい。カズトラ、チョンボと共に万次郎に挑む。チョンボ、今村健人、バルハラの幹部で、カズトラが少年院時代に知り合った一人、証人喚問の仕切りを務めており、チョメと共に対マイキー用として招集されていた喧嘩のエキスパート。長次、山口大地、バルハラの幹部で、元は木崎と共に行動していた。どういうわけでバルハラに在籍しているかは不明。山本拓也、田川俊二、溝中五人衆の一人で竹道の幼馴染、不良ながら落ち着いた性格で、体も弱いため喧嘩も強くない。鈴木誠、高橋リオン、溝中五人衆の一人で、あそこをいじってばかりいる下品男。山岸和志、東堂日向、溝中五人衆の一人で一番隊の特攻隊長。メガネをかけているがインテリを装ったバカである。しかし不良会のことに関すると、不良辞典の異名に名を恥じない情報を引き出すことができる。いかがでしたか？個人的に羽宮和虎役の村上虹郎さんは好きな俳優さんなので楽しみです。実写化にあたってはマイキー役の吉沢亮さんとドラケン役の山田裕貴さんの再現度が高いと評判になっています。ちなみに原作はすでに終了していますが、アニメでは現在第2期まで放送されています。こちらは映画より少し先に進んでいますので、映画の方も好評であれば第3弾も期待できますね。東京リベンジャーズ2血のハロウィン編は、前編の運命が4月21日から、後編の決戦が6月30日から公開となっています。皆さんは東京リベンジャーズの映画についてどう思われましたか？コメント欄にぜひ感想をお待ちしております。この動画のご感想をお待ちしております。またチャンネル登録と高評価もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。